歌謡曲って捨てがたいね。しかないね。しかないね。いや、あんまり喋んない方がいいんじゃない？はい。いや、俺喋んないと思う。今日だって延々口ムズムズして頑張るところだって。でもほら、ゴーヒョミファンとしてはさ、はい、聞きたいかもよ。あのね、割とね、うちで聞いてるとね、だが、違う、イレイレ、あ、この曲聞きたいと思ってるのに話がなければっていう曲がたまにあるんだよね。でもそれがほとんどなんだろうね。だそれだから、あ、寝ようと思っても寝られないでしょ。イライラして寝られないでしょ。いいわけよ。つまりこの時間何度放送やってるか、うん、人が眠らないためにやってるんだよ、うん、別にこの時間に教養特集やったらしょうがないでしょ。眠れない人が暇を潰すためじゃないの。それは他のチャンネル機会じゃない。あ、他のチャンネル機会、他のチャンネル。だからもう眠くて起きなーってるようなもんだから、そう眠くてでもなんか起きてなきゃいけない。試験勉強してるとか、もう試験勉強してる人のために命かけてるわけ。勉強になるのこれ、聞きながら。だから眠くなった時に答えられるはずで、起きろバカ野郎って言われて、はいって起きる、消して勉強して、そう眠くなると好きなの。わかる。君もこれが深夜放送の鉄則だからね。はい、覚えておくよね。うちで聞くようにします。いいことだね。土曜一部を。そう、あ、いいこと言ってくれ。土曜の一部だね。フォローするね。いいフォローするね。さすがにプロだね。やっぱりプロだね。プロですから一応。ニコネさんプロですね。そうですか。そうなんですよ。しかしあれですよね、たまちゃんまたその時もいろいろ協力してくださいね。え、もちろんお願いしますよね。さあ曲をどんどんいきましょう。次なんですか。覚えてないけど多分ハローホンでしょ。ハローホンハローホンのインチキ T-Rex サウンド。あ、なんだっけこれ、 TB エンジェル。タイトルからして、なんか頭だけ聞くと TBS っていうのに今聞こえましたけど。TBS にこだわりますよ。まあ、LF ですから。一応まだ TBS で仕事してますので。あ、そうかそう。僕 LF5 インチ。でも TBS もやってるんですよ。あ、知ってます。もう終わっちゃうんですけどね。あれも終わっちゃうんですか、先生。東京ロッキンタイム終わっちゃうんです。あ、でも夜友の方でまたよろしく。夜友の方でね、プレイアカデミーってやるんですよ。レギュラーで。レギュラーで。しかし怖いことに TBS で東京ロッキンタイムが終わると今度4月から QR で東京ロックスティってに行かないとね。俺も幅広く行ってんね。しかしね、売れてますね。今仕事なくなると思うんだけどね。羨ましいですよ。そうですか。じゃ仕事は今度僕が探しますから、ね、よろしくお願いします。というところで次の曲いきましょう。アーティレックスライトブラブ。あ、これもいいんだよね。これは最新作だよね。一番新しいやつだけどね。嘘だよ。全然新しくないよ。オランブギーだこれ。そう、君この曲からすごくベースのフレーズにしてますよ。ドッドッドドッドッドドッ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 てか僕はこの人に一個だけ後ろめたいことがある。何何。僕はこの人の精神をめちゃくちゃにしてしまった。だこの子がだってさ後ろめたい後ろめたいっていうかさ、この子がねまだ成人式になる前から俺はこの子と一緒。僕なんか18の頃からお付き合いしてんだから。あ、そう、うん、何もないんですか二人の間。何もないけどね。ないですよ。それでねこの子の成人式の時なんか、ね、うん、上野の山行ったんだよね。なんで最後さんとこ。そうそう、上野が勝ってたわけ、うちに。お前今日成人式だろ、俺たちが祝ってるから上野山来いって言われて、意味も分からず行ったわけ。さあ、西郷さんのところで2人待っててさ、長い鉛筆でさ、すぐお弟子になっちゃうようなんでさ、俺んち球技あれをもらったわけよ、成人式。こうやって嫌がるわけよ、上野の山を逃げ回ってさ、お前これ持ってけ、嫌だ嫌だ。それからずっともう今いくつになったの、6になったの。少なくとも7年間くらい。おかしいね、調子がね。すいませんね。でもいいじゃないんです。聞いててすごいいいコンビですよ。いいでしょ。で、タマさんってね、私オカマの子だかと思って。ほんでさ、この前コマ撮り姉妹が好きだとかさ、あいつはオカマだとか言うじゃん。そういうことがやっぱりさ、聞いてる人はさ、マジに撮っちゃってさ、ごめん、そういう噂が流れてるらしいんだよ。なんかね、ラジオで聞くと本当にね、オカマの雰囲気があるわけ。あるでしょ。だってこの子はだってね、実はそういった要素はあるのよ。自分で僕分かってんの。僕まずキーがさ低くてさ、こんばんはピーター、ピーターと同じキーなのよ。実はそうなのよ。だからオカマってさ、キーが低い人が多いじゃない。 あ、そうなの。その辺はよくわからないんだけど、うちでね小さいラジオで聞いてるとそういう雰囲気がする、ね、あと喋り方もオカマっぽいと思うね。そう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 、それが一番なのよ。でもだからオカマに何年か前に通った
なんで通ったの？あれがいいでしょう。いや、その頃ね、ステージのアクションを研究する岡本バイトの。あ、そうなの。僕、未だにね、だからその頃のね、悪役っていうかね、拭いされなくてね。うん。だから僕ね、そのアクションが独特なのね。だからね、爪の先に力がね、あの神経が行き届いてるわけ。そう。だからこの、さよなら、さよなら、好きになった人、この、こういう感じになるわけ。この、こういうなんかこう、日本舞踊っぽいこういう、あ、わかるでしょ、うん、こういう感じになっちゃう。身振り手振りね。当て振り声じゃない？あ、いい曲やってますね。懐かしいですね。これもね、知ってるこれ。知ってる。これ高橋くんが歌ってるのよ。高橋くんって言っても分かんないでしょ。一時はだからね、これがエンディングテーマになってる。そう、クリマンタロの一人になる。うわ、懐かしいな。これ知ってる？知らない。さっき聞いたの、タマさんに。そう、これはね、ここの日本放送のアナウンサーでね、うん、高橋くんってのがいるんだよ。あ、そうなの？クリマンタロって人なんだけどね。あ、高橋さんっていうの。そうなの、本当はね。うちの裏なんですよね。そうなんですよ。あ、そうですか。金曜日は。あ、金曜日はね。そういう意味で、ね。そうなんですよ。うち裏ってなんかこれ。大泉学園さん考えちゃったんだけどさ、あなた違いますよ、砂島じゃないどこだっけな、なんかあっちの方なんだけどさ、でその彼が結構ね意外と歌ってるのよ、うん、ね、なんか結構うまいのじゃない、意外とねこの日本放送ってところはね、うん、歌いたがる人が多くてね、うん、歌いたい人がいるでしょ一人、誰ですか、カラオケディレクターとかいう人が、市川さんあれがまた困ったもん、いるんだよ、ディレクターまで歌っちゃってんだから、あ、そうレコード出してる、出してる出してる、なんか NET かなんかの出してる、 NET かな、 NET テレビ朝日かなんかのね、テレビのね曲の主題歌を歌っちゃったり、TBS いないの、そういう子の時は、そういう人は、あ、一軒さんが、一軒さんとレコード出してるの、 なんちゃっておじさんと赤ずきんちゃんバスストップで、なんかそんなようなのなんか2枚出したはずよ、 あんま売れなかったでしょ、うん、売れなかった全然、やっぱり一番売れたのはあれでしょ、亀渕さんが、あ、好きごめん、いや、いいのよ、いいことなのよ、素直なね感情、だってこれね、うちに録音したのね、レコード買わなかったんですけどね、何してんの俺は、だから廃盤になってる時だと思って、なんかすごいこう女心、私もこうなりたいなっていう感じで、変わって、なんかだけどこの主人公ってすごいブスな、よーくね詩を聞いてほしいと思う、これは主人公はブスよ、ね、ブスでも私だってブスだもん、いや君は可愛いよ、そうかしら、そんな容赦しなくていいんだけど、はい、もうこの曲ね、なんか最近すごい好きなの、夜なんかね、まだ言ってんですけど、はい、夜なんかね、こうカセット聞くでしょ、そしたらなんかこう好きな人を思い浮かべてっていう感じになっちゃうね、なるほど、じゃあ俺も女心歌って、森進一みたいじゃん俺まるで女心歌って28年、28年歌ってないんだけどさ、俺絶対歌手になったの遅いんだよね、マジにこれはいい曲だったよ、うん、ここがいいの、私はあなたを、しましたよ本当に、目黒大三惑星ってとこに潰れちゃうよね、曲もいいし、アレンジもいいし、アレンジもいいし、どうしたんでしょうね、歌詞が悪かったんですよ、分かったしかしね、このレコードのジャケット見ても時間大丈夫なら28分20秒まで喋るからね、この番組、はい、このねジャケットね、シングル見てもらうと、うん、デビッドボーイがこの間日本公演の時にかけたのと同じ眼鏡をかけてるわけよ、最近は前もやってます、あれは僕のが先よ、僕はまだね銀座のレギュラーとかかけてたのよ、昔のやつね、そうなうなんだから俺常に色が悪かったんじゃないか緑色ってのはうぐいす色ってのピンクのデビットブーが勝ったっていう感じで、ちょっとね、まあ色は色なんだよ、独特な趣味があるから、そんな感じでね1年半もこれやってたからね、長いようで短いようで長かったっていうのが当たり前だ、ね、ようで短かったような、よくありがちなね、うん、帯に短す、帯に長しな、あんたいくつ、こういうことありますけどね本当にね、いろいろ人生あるんですけど、あれはショックだショックだよでも出世してよかったですね、はい、一応出世なんですよね、一部になるとギャラも上がるのかな、一番最初のさ、売り文句かなんだか知ってる、近覚えてない、火曜日の男って、火曜日の男、火曜日にケントスに出て、プレイタイムに出て、あー、そういうのあった、銀座ランに出て、うん、あー、それそれがいつの間にか芸能界の卑怯者あ、なんか秋のテーマが懐かしいでしょ、懐かしいって毎週やってるから嫌がってんだよ、これはこれもう本当飽きてんだけどさ、このテーマにはさ、一応これがオールナイトニッポンの伝統ですからね、そういう感じでお届けしてまいりました、近田ハローのオールナイトニッポン、今日でこの水曜日2部ってのは今日最後です、本当にもうな話しょうがないんだけど、本当に嬉しいよね、来週から1部になってんで、もう本当嬉しくて、それでですね、来週からですね、この時間は今あの例の地獄心だけ愛しておなじみの山崎佳子さんが来週からこの時間頑張ってくれますんで、ちょっとそっちも楽しみにしていただきたいね、来週から僕は土曜日の一部、土曜日の一部で頑張る近田ハローになりますので、一つよろしくお願いしたいと思いますけれども、今日わざわざスタジオに来ていただきましたゲスト、はい、どうぞ、レディーファースト、山本恵美子です、お邪魔しました、最後までいいのよ、ちゃんと自分の番組行ってきなさい、一応4月の1週金曜日まで夜は友達で頑張っております、恵美子でした、そうすると終わっちゃうからこっちね、はい、どうぞ、そして元ハローさんの高木栄一
たまちゃんね。そんで、僕が今度またね、4月4日に屋根裏ってとこでまたコンサートやるから、4月3日です。はい、来てね、みんなね。意外と頑張ってね。うん、そんな感じで、本当に一部になっても見捨てないでね、今日いろいろコーナーできなくてごめんね。でも本当これもいろいろ業界の絡みがあるのよ。またね、来週になったら一生懸命やるからね、愛してるよって、じゃあせーので言いましょうね。せーの、愛してるよ。赤見てる番組だな、本当に最後まで。